を出すために3大要素ってあるんですけど。3大要素、はい、はい、たった10秒で変わるよ。やばい、ちょっとこれは嬉しいわ。おお、えぐい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 。はい、皆さんこんにちは、テケテケゴルフチャンネルの桜井です。今日は店長の小玉さんに来てもらってます。今日お願いします。よろしくお願いします。はい、すごいあのアマチュアの方見てもらってるんですけど、はい、やっぱり飛距離、そうですね、飛距離アップのちょっとこう、今日はレッスンじゃなくて、はい、クラフトマンの、あー、なるほどなるほど、腕をちょっと見せてもらおうかなと思って、はいはいはい、かしこまりました。はい、やっぱね、はい、飛ばして、そうですね、ね、やっぱり飛距離があると、はい、バーディー率やっぱり上がりますよね。そうですね、うん、やっぱりじゃあそのために飛距離を出すために3大要素ってあるんですけど。3大要素、はい、3つ、ここをしっかり押さえとけば、はい、皆様のアマチュアの方でも最大限の飛距離を出すことができますと。はい、わかりました。3大要素、3大要素、あ、じゃあ、はい、それをじゃあ僕は打ちながら、そうですね、ちょっと説明してもらえてもよろしいでしょうか。そうですね、はい、じゃあ僕が打つということですね。はい、はい、ぜひじゃあ行きましょう。打っていただいて飛びますかね、はい、本当に、いや、プロ見せますよ、ここはしっかり。さすがですね。じゃあ行きます。はい、ちょっとマジで46、はい、そうそう、あ、すいません、はい、遅えな、いつもの感じだな。いや、プロ相変わらず綺麗なスイングしますね。いやいや、46、なんかいつもこんなもんなんですよね。ちょっとこれ重いな。そうですね、今日は 6X、 あ、これ 6X ですね、はい、OK、 46、プロ素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいです。なるほど、今3球打っていただいて、はい、まあ総飛距離ですよね、はい、でキャリーがあって転がってトータルの飛距離っていうのが 269.3 ヤード飛びました。はい、じゃあプロ、今のあたりって、はい、見ての通りミート率 1.52 出てて、うん、確かにめちゃいい、かなりいい数字、かなりいいですね、これ、はい、じゃあこれ以上あるのかと。あるんですか。1.52 ってまあまあすごいですよ。 1.52 ってなかなか出る数字じゃないです。はい、確かに、はい、じゃあそこをどのようにして何の数字が変わったから球飛びましたよっていうところをちょっとご案内したいと思います。わかりました。はい、マジですか。じゃあちょっとお渡ししいですか。すいません、ちょっとこそこそやっていきますね。わかりました、はい、まあまあヘッドは、1月21日に出たバルド、バルド、はい、このヘッドのままちょっとやっていきますね。はい、お願いします。いや、でも結構いいヘッドだったな、このバルドは。へえ、楽しみだな。もうたった、はい、たった10秒で変わるよ。そういうのがやっぱいいんですよ、はい、スイングはね、やっぱこう時間結構かかるんで、はい、まあ、こういう、ね、方向からでもなんか飛距離アップにつながるっていうか。そうですね、うん、ただやっぱりさすがプロなんで、はい、この269ミート率 1.52、 まあまあ、はい、まあ、僕なんでやっぱりあれですね。わかりました。え、これシャフト見た方がいい、 見ないで、あ、もう見ないで、見ないで、あ、見ない方がいいですね、はい、見ないで言っていただいて。おー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 、はいはいはい、まあもう、あ、これは触れそうな気するな、雰囲気的に。ちょっと待って。え、ちょっともう一球いきます、もう一球いきます、はい、もう一球いきましょうか。すみません。え、マジ、ちょっと待って、嘘でしょ。なんか触れる。あ、はあ、ちょ、もう一発いいですか。ちょっと今、はい、芯外っちゃったっす。いやいやいや、278です、ちなみに。うん、うわ、うわ、てかヘッドスピード上がったわ、普通余裕で上がってるわ。ラストいきましょう。はい、えか、ちょっとキャリーが伸びてる。そうですね、さっき150ぐらいだったのが、はあ、てかちょっと待って、
ヘッドスピード上がった。ヘッドスピード上がりましたよね。はい、はあ、素晴らしい。これはどうですか。いや、素晴らしいと思います。さっきが 6X 使ってた時って、はい、やっぱり260くらいでしょ。はいはい、はい、で、この時点でもう10ヤード近く飛距離が変わったんですよ。そうですね、はい、今278、はい、でも一発目290飛んだんですよ。290飛びましたね。これ行った時、はい、それ映せばよかったけど。そうです、はいはい、で、これさっき、まあ、一番最初に話した、はい、飛距離アップに関するめちゃくちゃ重要な事項、三大要素っていうのがあって、はい、じゃあ何が変わったのか、はい、プロなんでもちろんスイングも完璧ですし、お上手です、はい、で、まず三大要素の一つ、この、はい、確かにボール、これ2上がった、はい、2上がったんです。2ぐらい上がってますよね。はい、2上がったんですよ、はい、2上がったんですよ、はあ、で、次に三大要素のうちの一つのこのボールのスピードですね、当たった時に出ていくスピードと、はい、二つ目、打ち出し角度、はい、当たった時のボンって当たった時のこの角度が、はい、プロは 16.1、はい、に対しての第三大要素の三つ目、スピン量なんですよ。おー、なるほどなるほど。この三つが噛み合うと最大限の飛距離っていうのがめちゃくちゃ良くなります。なるほど、はい、ボールスピードをなんで2上がったのっていうところから説明した方がいいと思うんですけど、はい、プロ何が変わったかというと、さっきプロ打ってもらった時って、はい、6X 振って1回目です、はい、そうの時に268ヤードのボールスピードは大体70でした、はい、で、打ち出し角実は15度前後で、入射角もほぼ一緒だったんですよ、はい、一緒でしたね、はいはい、じゃあここでなんで10ヤード飛んだのってなった時に、はい、プロが実は打っていただいたのは 5S 5の S なんです。なるほど、5の S なんですよ。だってこれヘッドスピードを2ちょっと上がってますからね。そうです、2上がったんです。これ僕小細工してないんでマジで、はあ、はい、で、すごいいいのが、はい、これでボールスピードが2上がって、はい、本来だったら軽く柔らかくなるんですけど、スピン量か、そうです、スピン量も変わらず打ち出し角も変わらない、はあ、ってことはめちゃくちゃ効率いいんですよ。なるほどなるほどなるほど、はい、本来だったらプロこうやって柔らかいものはい、柔らかいものって、はい、しなるじゃないですか、はい、本来ぐにゃーってしなるから俗に前反り角度っていうのはつくんで球が浮きやすいんですよ。うん、それっていうのが16じゃなくて17、18で当たったりして球がポーンって高く上がっていっちゃうんですよ、うんうんうん、ってことは、はい、俗に打ち出し角が上がってしまえばキャリーは出るんだけどランが出ないんです。ランが出ないってことね。はい、なるほど。ってなった時に一番打ち出し角の理想数値っていうのが一般的に15度と言われてるんですよ。はい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 、はい、それが17、18、19ってなっていったら球は高く上がっていくんだけどランが出ないから結果飛んでないよねっていうふうになりやすいんですよね。うん、そうですか、はい、はい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 。で、次にその角度が寝れば寝るほど、はい、パーンと当たってフェースがボールに乗る時間が長くなりますよね。そうですね、ロフトが寝れば、はい、ってことは必然とスピン量多くなっちゃうんです。多くなるか、はい、まあ、それが球を上げてくれる要因にはなるんですけれども、ちょっと飛距離にはそう結びつかないということなんですよね、はいはい、なるほど。なのでこの三大要素っていうのがしっかり噛み合った道具選びをしないとダメってことですね。飛ばないです、ね、なるほどなるほど、はい、そこものすごく重要なんで、はい、プロの場合でもやっぱりここ10ヤード変わりますよと。うん、確かに、はい、で、いやいや、はい、プロそれさすが軽くて柔らかいんじゃないのって言われることもあるかもしれないんですけど、はい、いやいや打ち出し角もスピン量も変わってないよね。うん、ってことは、はい、こういうスペックでバンバン振って飛ばしていくのも一つですよっていう選択肢になってきます。はあ、はい、聞いてますか皆さん、これすごいですよ。なるほど、うんうん、すごく重要になってきます。ここなんかちょっと軽いなと思いました、はい、パッて持った時に、うん、実際こうやって結果が変わりますからね、はい、そうです。なのでフィッティングしてて、はい、ヘッドスピード
見たときに、はい、やっぱり一般のアマチュアの方フィッティングしたときにドライバーの平均スピードだいたい43.4とかなんですよ。なのに、ね、使ってるスペックパッて見たら 6X とか 7S とかっていうパターンあるんですよ、はいはい、でそういう方ってなんで悩んでるかって言ったら、はい、スピン量が出ずにチーピンする、チーピンするね、はい、あなるほど、はい、なのでそういうのがやっぱりこうデータとしても何万通りのデータがあるので、はいはいはい、そうですね、はい、出来上がっちゃってる部分があるのでそういった部分をぜひちょっと飛距離に悩んでるアマチュアの方とかは参考にしていただくと、はい、一発解消することがあります。これ三大要素ってめちゃくちゃ大事ですね。めちゃくちゃ大事です、はい、だからヘッドスピードがあるから硬いシャフト重いシャフトじゃないんですよね。そういうことです。もう、まあ、そういう入射角だったりその人のスイングだったり、はい、そのね打ち出し角度、はい、そうですそれに合ったスピン量、はい、でもまだまだここから応用っていうのがいろいろあるんですよ。はい、はい、そういう入射角だとか、はいはいはい、そういったプロなので綺麗にティーアップしてるボールに対して綺麗にアッパーボールに入ってますよとかっていうデータが出てるんですけど、はい、やっぱりアマチュアの方ってボーンって打ち込んじゃって入射角が鋭くなっちゃってスピン量が多くなっちゃってスライスになったりとか、スライスや吹き上がり悩んでる方とかもいらっしゃるので、はい、じゃあそういった方に合ったドライバーのヘッド形状とかもあるんですよ、実は。あ、はい、なのでそういったこれはちょっと有料級ですね、はい、いやもう、いやこれ知らないんで、知ってそうでみんなやっぱ知らなくて、はい、やっぱあのスイングかなと、けどやっぱ道具、まず道具っていうのが大事ですね、はいはい、なるほど。なので一度そういうちょっとスペックの見直し、はいはい、今自分が使ってるスペックって何なのかなっていうのを一度見直して、そういったものとやっぱりフィッティングに来ていただいてどういったものが、はい、合うんだっていうのをやはり知るべきですね。なるほど、はい、なるほど。じゃないとやっぱりスイングを崩す原因にもなりかねないです。やっぱり確かに、はい、やっぱり硬いものすごいなこれマジでやっちゃうんで、うん、ちょっともう一回打っていいですか。もちろん、なんかもっと出そうな気がする。そうですね。確実に飛距離出てますよね。やばいっすね、はい、え、これ280、打ち出し角が 16は変わんないか、はい、15度とかってなったらもっと飛ぶでしょうね。あ15ぐらいだったらもっと飛ぶですね、はい、よし OK。 マジか、ちょっと左見て、あちょっと芯外した今。いや、ちょっと待って、ヘッドスピードがガチに2上がったっす。ああでも平均で48は出るようになりましたね。はあ、どんどん体に馴染んできますよね。確かに、うん、なんかさっきの 6X は、はい、もうなんか触れない気がするっす。そうですよね、クラブの重さと硬さがあるんで、はい、はい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 、はい、これは、うん、いやでも確実に上がりましたねこれは完璧に、うん、すごいっすね。ラストああ48、うわー頑張ったよ、素晴らしいです。じゃあちょっとラスト、そうですね、いきましょう。最後一発お願いします。かましますよ、お願いします、ね、やっぱ動画上でしっかり飛ばさんとですね。おーナイス、やばい、ちょっとこれは嬉しいわ。おえ、えぐい俺74出るんすか。74出ました。え、これまあまあ完璧じゃないですか。16かなりいい感じです。いい感じですよね。
かなりいい感じで、ヘッドスピードが49あって、そうです、ボール速度74、打ち出し角 16.7、 入手角 2.8、 スピンを2797という結果でしたね。なるほど、はい、もうちょっと打ち出し角が15ぐらいいけばまだ飛ぶってことですね、はい、そうです。でプロ今回ですね、はい、バルドのドライバーでシャロータイプっていうもののヘッドで今回打っていただいたんですよ。あ、だからちょっと、そうです、なのでシンプルにじゃあここの角度ってシャフトのたわみ決まったよね、ヘッドスピード上がった、ボールスピード上がったよね、打ち出し角スピンがいいよねってなった、はい、打ち出し角別でスピンもいいよねってなった時に、はい、ちょっと9度のドライバーのヘッドで打ってみると、なるほど、そうか、そういうことか、はい、ボール速度上がって、はいはいはい、スピン量も収まって、うん、まだ飛びますよ。なるほど、はい、そういうことか。こういうクラブ選びが一番今最大に引きを言う引きです。いいっすね、はい、うわ、これ皆さん絶対役に立ちますよ、うん、ぜひぜひ。なかなか、ね、こんなのあんまりないんですよ。まあ、ないですね、はあはい、あ、カリスマコーチとカリスマクラフトマンがこうやって、ね、そうです、2つね、はい、ということで皆さん、はい、ぜひ今日ね、店長が言ってくれた3大要素のね、ボール速度、はい、打ち出し角、スピン要素、ね、はい、そうですね、はい、がよくのデータが良くなるドライバーのセッティングをちょっと近くに、はい、福岡県はまずここに来てもらえれば大丈夫なんで、はい、選んでクラブセッティングを、はい、行ってください、はい、いやめっちゃためになりました。いやぜひぜひよろしくお願いします、じゃあまたちょっと今度、はい、なんか道具のことで、そうですね、ちょっとこういう企画やりたいんで、はい、道具ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ぜひ協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。では皆さん今日の3大要素ぜひ、参考にしてみてください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。